ランディウィンはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身の元野球選手。フルゲームはドワイトランドルフウィン。外野手、ウトウリョーダ。サンタクララ大学では野球とバスケットボールの双方で活躍し、1995年のドラフト3巡目でフロリダ・マーリンズに指名され入団。1997年11月。 MLB の球団拡張で創設された新球団タンパベェイデビルレイズにエクスパンションドラフトで指名され遺跡。1998年にデビルレイズでメジャーデビューを果たした。2002年まで同球団でプレー。同年10月28日、アントニオ・ペレスとのトレードでシアトル・マリナーズに遺跡。2003年は中堅手にマイク・キャメロンがいるため左翼手へコンバートされた。 また、一番打者には一郎がいるため、主に二番打者を務めたものが、後半戦には七番を任されることもあった。2004年は FA となっていたキャメロンがメッツへ移籍。また、ロイヤルズから FA となっていた左翼手、ラウル・イバニエスがチームに加入したこともあり、再び中堅手へ、コンバートされる。前年に引き続き、主に2番打者を務めたが、 一郎が三番打者に入った際には、代わりに一番打者を務めることもあった。2005年は、イバニエスが、指名打者に移り、実質メジャー一年目だった、ジェレミー・リードが中堅守に入るため、再び左翼手へ、コンバートされた。そして、同年7月30日、控え保守のヨービットトレアルバと、若手右腕のジェシー・ホッパートとのトレードで、サンフランシスコジャイアンツへ移籍。 移籍後は、中堅守へ再コンバートされ、打順も一番に戻った。2011年4月1日、現役引退を表明。両打で、長打力があり、足の速さもまずまずで盗塁も多かった。ブルース・ボーチー監督から、フィールド全体に打ち返す打撃は、トニー・グウィンのようだと評されたこともある。弱型であることがよく知られている。外野3ポジションべてを守れたが、 レフトが一番上手かった。2006年3月12日、ワールドベースボールクラシック日リーグの米国、日本戦で、同点で迎えた8回表1四満塁、岩村明則が打ち上げた、レフトフライを受けて、西岡剛が三塁からタッチアップした。西岡は、送球が保守に渡るよりも早く悠々と本塁に到達し、日本に勝ち越し点が入ったかに思われたが、 米国チームは、離類が早すぎたのではないか、とアピールした。三類をカバーした二類類心は、セーフとしたものの、バックマルティネス監督の抗議を受けた。ボブ・デイビッド・ソン・キューシンは、アウトと訂正した。このプレーで左翼から送球したのが、ランディ・ウィンである。大学時代、NBA 選手のスティーブ・ナッシュとルームメイトであった。ありがとうございます。